はい、皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、安田小池です。というわけで今回はですね、まあ、紹介という感じの動画になります。別に案件ではありません、何でもありませんただ単に紹介するだけです。で、今回紹介するのはこの LD プレイヤーというやつなんですね。 LD プレイヤー、まあ、前回というか、まあまあ、だいぶ前にね、ノックスプレイヤーっていうのを紹介したと思うんですが、まあ、それと同じ。で、まあ、スマホのエミュレーターですね。スマホのゲームをやりたければ、このエミュレーターを使うのもいいでしょう、みたいな話です。はい。まあ、ノックスプレイヤーよりも性能は高くて、結構、ぬるぬる動くよ。という感じですね。で、これもですね、一応、バーチャルライズをね、バーチャルライザーを有効にしないといけないので、まあ、バイオス開いて、設定をしなければいけないので、ちょっとめんどくさいですね。はい。一応、これは、今の設定上はこんな感じになっておりますね。別に、フル HD じゃなくても、まあ、こんぐらいでもいいと思いますけど、一応これでやってみて、どれぐらいに、動くのかっていうのをちょっと検証したいので、みんな、ね、まあ、ここら辺の、1280とか1600とかの紹介をしてたんだけど、まあ、1000のこの HD のやつはね、他の動画でも見たことがないので、ちょっと、それを、試してみたいと思います。まあ、若干、処理は重くなると思うけどね。まあ、検証という形でやっていくんで、よろしくお願いいたします。設定はこんな感じですね。まあ、4コア、6コアとかあるんだ。さすがに6コアちょっとあれかもな。まあ、こんな感じかな。PUBG とかあるんだ。そうなんだ。グラフィックカードなぁ。グラボね。グラボもちゃんとこう書いてくれてるのがいいよね。GTX960 なんだ。俺 RTX なんだけど、どうなってるのかね、そこら辺は。はい。じゃあやっていこうか。じゃあ何やるかっつうと、一番お前と呼ばれているこの5個。のゲームソフトから選ぶとして、まあ、マジで重いのは、KOF だ。じゃあ今回 KOF やっていこうか。ネトマブル。まあ、ちょっと、なんか若干あれだったけどね。ちゃんと動くっぽいっすね。KOF オールスターズやってくぜ。マジで重たいからね、これ。落ちっとな。K-君はまだ手に入れてないんだけどっす。落ちっ。大丈夫かな。あ、いけた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 。ログインボーのログボ、ログボス、お知らせっす。はい。あ、マキシマキシマ、マキシマをプリティマキシマはいいですね。ヒロインズに来いって話っすよ。プリティヤシロは手に入れたよ。ヤシロ
こんな感じですね。あ、鉄拳からもいる。これですね。いや、白。じゃ、楽しんでみる？こんなになる、八代なんか若返ってない。ねえ、銀さんともコラボしてるから一応近藤さんとかいる、沖田もいる、川倉ちゃんもいる、ゆり、川倉ちゃんイケメンだな、オロチ。本物の八代もいるけどね。これがこれですもんね。どういうことになってんだ。チャン後半はね、ロリになってんすよね。謎ですわ。一応コントローラーとかセットできるんで、ここでコントローラーセッティング可能です。もうセッティングはしてあるんで、コントローラーでやっていこうかな。画像のこのガイドをオンにするとこれが見えるようになりますから。そんな感じかな。ちょっと後ろ出ちゃってるね。ごめん。後ろが出ちゃった。後で隠すよ。はい。じゃあやっていこうか。重たいんだけど、一応設定を見るの忘れちゃう。設定、ここだ。オプション。グラフィック一応最高でやっているぞ。BGM でかくする？まあいっかな。基本的にさ、BGM はね、13の曲使ってるんだよな。バトルじゃなくて、クエストにしてくれ。クエスト、イベバトでもいいかな。ストーリーでいいか。オルチ編のネスツ編か。ランク100まで行ったらダメだからね。めんどくさいよな。シーズンで。はい。マイシーズン。これか？これでいいみたいだね。で、今ハードモードでやってくから、はい、ハードでやっていこう。ここが終わって、これか。第4章あたりのところが。じゃあこれやってって。あ、ちょっと待って。これは終わってて、これはゲットしてない。じゃあこれだな。悲劇回数が15半。これはあれだ。コントローラーを設定してたからボコボコ当たってたんだ。じゃあ、やっていこう。コントローラーでやっていきますね。よいしょ。プリティマキシマさんがいるじゃないですか。まあこのメンツでいっかな。変えるんであれば、いやまあレベル上げてないしね、この二人。いいかな。テリーでもいいから、まあいい。いや、これで。近藤さんがいる。じゃあこれでやっていこう。今んとこ別に落ちたりしてないよね。問題ねえと思いますが。はい。喉泣き。綺麗に映ってますね、これは。綺麗に映ってますよ。Ready? Go! Go!バン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 ドンドンオラダダ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 するはいでする一応ハードだからさ
気抜いてるとやられちゃうよね。ほらやった、はい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 、超重ね合った、超ぶつかっていく、スーパー回してくる、やる、あら、やっ、たんたんたん、あ、当たんね、よし、った、だれ、はい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 、あいて、あら、あら、あら、ガード、まあ、ガードしてから方向キーの方がやりやすいかな。いいコンボだったな今のは。サボスですね、バチ野郎が出てくる、あれ、ほらほら、いでスル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 、あ、間違えちゃってる、近藤さん、近藤さんが行く。すごいな、秋島さん、こんなになってんの、はいでー、あ、やべえかも、あんまり暗いすぎると、はい、はい、もちろんじゃない、くぅ、あゆー、どりゃー、それそれそれ、はいてー、やられてる、あー、いいか、あれあれ、ああ、近藤さんで勝ちって、ああ、やっぱりあそこはやっちまうわけだ、ランク上がる。ランク上がる言われても、結構さがスムーズって感じっすよね、普通にアンドロイドでやってるこんなになんないもん。いいですね。じゃあ個人的に後でもう一回やり直すわ。はい。まあそんな感じですね。じゃあこれはやめとこう。ここピッてやれば消えますから。じゃあ次、崩壊サードを見たけど、エグゾスヒーローやっていこうか。じゃあ、やっぱダメだな。崩壊サードの子はどうかな。一応 FPS で出せるようにしました。ここで出せますから。あ、消して。はい、はい、はい。はい、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 全然やってないけどね、はい。
はい、60fps 出てますね。60から、ダウンロードどんぐらい時間かかるのこれ。やばい。いや。まあどうせチャプチャー1だっけかな。はい。じゃあここやってこうか。3秒以内。これはいけるだろう。おそらく。はい。ジルガもやんねえからいっかな。5fps、今6、6ってなんだ。まあ、多分読み込んでっからな。読み込んでっからだろ。一応これも、うん。よーし。やってるね。女の子にこんなことして。よし、行くぜ。あーほら、ほら。ほれ、ほれ、ほら。ああ、うるうるうる。田村さんだな、これ弱点は。田村さん。うるうって。あれ終わった？早い。早いわ。あんまり白打ちしなかったと思うけどね。オッケーです。ちょっとわかんないね、これだけじゃ。もう一試合ぐらいやるかじゃ。はい。よし。おら、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 やった。おら、やった。待て。あったった。ボス。あ、ちょっと。ドガーン。ああ、秒で終わってしまった。あたくしにこんな雑魚たちの相手をさせないでよな。はいはい。まあね、42秒です。FPS は結構高い位置じゃなかったかな。ちょっと見てなかったけど試合と見てませんでしたが、で、まあそんな感じかな。ここ全部やってこう全部やってこうって。よし、行こう。俺は先輩でやるか先輩でやるかって。これダッシュで打ち上げの。ほら、あ、こいつ打ち上がんねんだよな。うる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 、やった。ほらよ、ほらよ。え、打ち上がらんな。あ、打ち上がった。オッケーオッケー。じゃあ、田村さんで、じゃあ、ゆかりでやる。やる。ぶっ倒すぜ、ドガーン。うら、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 砂にしてやる。
ノーダメ。テリテリ大勝利。S ランク。俺で邪魔だな、これ。多分見えてないわ。はい。まあそんな感じかな。なんかでもこれだけやってますわ。あれだな。普通は俺の携帯でやったらもうここら辺でブチ切れてるわ。ブチって落ちてるわ。でも大丈夫だ。一応これエミュレーターでは架空仮想 Android 7を使ってるんだよね。Android 7でやっているって感じなんで。はい。そんな感じかな。じゃあこれもおしまいです。これめちって切った方が安全かもな。ちょっとコードドラゴンはね、俺まだやってないから。ちょっと時間かかるからね。ちょっともう一回エグゾスヒーローやらしてくれ。エグゾスヒーロー結構面白いんだよね。崩壊サードを作ってるところ、原神作ってるところだからね。28日が楽しみですわ。どうかな。ガチャがさ、あれなんだよな。白猫っぽいんだよね。黒マントの男たちが出てくるところとか、白猫っぽいんだよ。まあ、今回紹介なんで別にエグゾスヒーローズの紹介ってわけじゃないからさ。またちょっとね、まあ、なんかあれば、やろうかなとは思います。あった?大丈夫か?あ、びっくりした。それか。やっぱりちょっと重てえな。重てえんだよな。じゃあね、エグゾスヒーローズにはコントローラー割り当てしないから。待て、こら。待て。待て。あ、来た。これで戦闘に入るんだけどね。あれ、俺、キャラ誰にしてたっけ?やばい。主人公いるわ。レッドスカルの飛行艇、絶対に見つけ出す。まあね、ターン的には、ここに、2倍速とオートがあるんで、まあ、これだったらオートでいいんだけど、戦闘に関しては、このキャラをタッチすると、ボコッと殴れるんで。こいつはなんかメタルスライムみたいなもんですから。一ダメしか食らいません。一ダメか回避ぐらい。この人は何なんだろうな。一応スーパーレアの人なんだよね。ヒロイン。ヒロインの人。最後ボール打つ。いや、音でちょっと様子見だな。FPS は30ぐらいか。どうも。もうちょいだ、もうちょい。あとは必殺技とかあるんだけど、まあこいつは必殺技やっても1しか食らわんし、必殺技のスキルが出てないもんね。ほっほっ。メタル斬りを覚えたいですね。避けまくり。やめろ。サイコボール。ああ、全然当たらん。早くしないと逃げちまうぜ、こいつ。いて。こっちも1しか食らわないから別に問題ない。ああ逃げちまったじゃねえかよ。逃げちまった、やっぱりよ。どこまで逃げてんだ、あいつ。とどめ刺す。くぅー。待ちやがるから。
逃がさねえぜ。海へ行こう。バコーン。バコーン。だから全回復してんじゃねえか。何なんだよ。あ、全然ダメだ。キャラ変えよう。キャラ変えても多分同じなんだと思うけどね。あー、当たりませんね。当たりなさい。クリティカル入ります。はぁ、回避するんじゃないよ。あー、おいった、クリティカル。あとちょい、あとちょいだ。このターンで決めなければ逃げられるぞ。あ、とどめの一撃。止まるわけには。だからボタン持ち、そんなとこかな。デイリーをやってみるか。はい、こうやれば移動してくれるから、勝手に。いい、完了。はい、なんだ、やべえ、炎入ってきた。届けてくれてありがとうございます。報告、はい、どうした、リッピー。リッピー仲間ですけど、仲間からの依頼。あいつ盗賊だ。あ、いたいた。あと傭兵どもが。これで必殺技が見れるんじゃないかな。ちょっとウォーター外してみるか。いつまでグズグズしてるつもりですか。敵のターンからじゃねえか、クソ。ここにめっちゃあるんだよね。ゲージが溜まってけば打てるよみたいな。うるれ、とりあえずオートでいいね。基本的にオートでいいと思う。止まってください。ドゥルルル、一発でうるれ。全然効きませんね。うるや、ハグカバカ。これは重いぞ。火炎切り、火炎切りです。ごめん、しかしここで止まるわけには。オッケー、あと、もう一体いんのか。こいつらのどうせ。こいつだった。あ、他のやつにすればよかった。まあ、いや、しょうがねえ。他のパーティーにしようかなと思ったんだよ。どこだ。本当はさ、ここに弱点があるんだけど、今出てないもんね。デイリーだからしゃあなしよね。属性とかあるんだけどね。止まってください。止まって。止まってください。先生。ではははご、ごめん。しかし、ここで止まるわけには。俺も始めたばっかだしね。ストーリーもそんな言ってないもんね。キャプチャー2だもんね。報告しよう。不審者。またが、なんか不審者とか、なんか多いな。お前、犯人さんじゃない？ああ、画家だったってやつ。それ変わんねえんだな。
まあこれ話だけみたいだからやめとこうかな。で飛行艇を。大丈夫かな。今のところ、あ、そうだ、一回無料だったんだ。無料でガチャ引ける。ガチャが本当あれですよ、白猫みたいです。新しい仲間が到着しましたね。白猫みたいな演出だから。クロマンツ、この浮いてる人何なんだろうね。気になる。あれすっ飛んでくるよね。ああ、ザコじゃねえか。スキップしよう。スキップするとまあ持ってるやつはスキップになるんで。ああ、二段目の人になっちゃうんだね。本当は三代目。あ、すげえ。伝説級の人が来た。セルナンドさん。あとは、この、一人、抜いてからの、もう一人抜く時があるんだよ。そうすると、ハイパーレアで。この人も多分ストーリー上で出てくる人だ。あとはクズだったわ。あとはクズ。マイレージゲッツ。んなところかな。国家契約になってくるとさ、やばいよね。一回無料。まあ、どうせろくなやつじゃねえと思うけど。さっきのチンピラじゃねえかよ。だが、ろくでもねえな。つまらない。英雄カレーでは、まあ、この人のストーリー上に出てくる人。素敵な勝利でした。でも、この人もそうなんだろう。演奏会。カイアはね、なんか森歩いてたら、勝手に仲間になってよ。最高のトレジャーハンターの力さ。ゲイル敵なんだけどね。仲間になってくれてる。リッピーちゃんなのかな。爆発の勝利よ。なんか CM だとこの二人しか出てきてないもんね。ゼオンとアイリス。一応ゼオンは主人公だからね。異世界キャラはちょっと、出てないんだよね。世界線旅する話になるのかな。この人王宮騎士らしいね。わかんないんだけど。もっと修行を積んでくるんだな。よそ見しないでください。ごめん。しかし、ここで止まるわけには。大事なもののためには犠牲にできないものなんで。まあこんな感じですね。エグゾスヒーローズ。ボックスをやっていこう。いやー、金持ちだな。ういっす。じゃ、こんな感じで、おしまいだな。基本的にあんまり、そうだな。処理落ちはしない感じかな。じゃあ、とりあえずやってみる。これで最後にしますね。コードドラゴンはちょっと別の機会で、やりてえと思います。はい。アトリエオンラインシーズン2なんだよ。プレセイルの錬金術シーズン2から全然やってねえわ。シーズン2から全然やってないよ。一応ライザーはもらったよ。
ライザ別人みたいになっちゃったけど。ログボ。ログボス。ガチャチケット1枚って。悲しいねーっつって。エーテル。はい。はい。あ、これライザですね。ライザ。なんちゅう格好しとんねんって話。一応キャラ的には、エスカー、エスカーもいる。ライザもいる。だっ、こう、タップすればいいのか。よろしくね。よろしくね、つって。ソフィーも。ソフィーの方が強かったっけ？ちょっと待って。ライザの方が強いんじゃない？レベル10だぜ。星が、まあ同じか。同じだな。ロロナ。錬金術師です。知ってます。これはなんだ。武器か。武器なんだろうな。ナイトメア。なるほど。ああ、いいね。無理やんけ。やっほー。誰だ。力。アバリーだ。よろしくね。よろしくね。トートリスさん、メールルさん、アルルアだ。ルル。よろしくね。オーレル。こんにちは。アーシャ。よろしくお願いします。スカー持ってる。ロジーさん。こんにちは。そういや持ってる。リリー&スールと、あ、ネルケジョウだ。ネルケジョウも来てんの。こんにちは。こんにちは。ヒリスは。ヒリスはないのかな。よろしくお願いします。あれ、俺さっきチケットもらったよね。こんにちは。あ、マジョラム先生じゃん。こんにちは。よろしくな。タンドリオ。先生。先生仲間になるのいいよな。よろしく。あ、ウェルベルさん。よろしくお願い。よろしくな。こんにちは。ステルクさん、ステルクさん。こんにちは。ステルクさんとミミちゃん。あ、これだね。一括。で、これでガチャが引けんのか。やってみるか。どこだ。チケットガチャだ。10回引ける。よし。任されたよ。さあ何が来るのかな。アーシャの髪飾りか。なんだこりゃ。ナイス。何がチャンス。剣。あとはどうでもいいわ。
あとはどうでもいいのだよ。はい。受け取るわよ。あれし、作れるようになったわよ、みたいな。任されたよ。なんか全然だね。装備。なんだところかな。一回だけ。任されたよ。どうせろくでもねえもんだ。やはりか。まあコールが足んねえな。よーし。出かける。はい。やっと次のマップに行ったぐらいです。わよ。わよ。スタスタ行くぜ。何かあるかい？あ、これフラムで壊すのか。うわー、ウォルフだ。うわー、倒せるかな。あ、それ俺アイテムねん。おるわ。いて。くらえ、クラフト。クラフトボーン。あれ、強。はい。まだまだいけそうだね。それでよろし。あ。なるほどね。苦手とか、あー、まずい。力を貯めて。クラフトでも食らっとけ。いけー。一発だ。クラフトとか強すぎんだ。何が出るかな。これもコントローラー設定してないな。コントローラー設定しよっかな。これか？イベント。あの状態でも私より運動できそうですね。うん、あの感じなら別に心配いらない。あれ？あれ？大変だよ、あの子、魔物にやられちゃう。やられちゃうの？助けなきゃ。これじゃあボイス入ります。もちろん行くよ、みんな。は？誰？話は後でな。今は魔物を倒すのが先だ。誰？ストーカーです。クエストクリア。よかった。あのね、話、この会話のイベント中にさ、ブチッと落ちる場合があるからね。じゃあ助けましょうか。
あれ赤プニだった。赤プニ2かなんかピンクプニだ。こんなもんクラフトでポイってやったら終わりなんじゃないですか。あー終わった、早っ秒でしたねたすけたよ。大丈夫？怪我してない？怪我してない。うん、平気。あなたたちは？あなたら。私たちはアカデミーの学生なんだ。あ、私はソレルって。正義のヒーロー。私はアニスヒソップ、アニスと呼んでください。こちらがクレソンさん、そして私だ。かわいい。かわいい。そんなこと、そんなこと、なんでもない。暴言。私がペパーミントだよ。あなたのお名前は？ちっちゃいよね、ペパーミント。アンゼリカ。アンゼリカ。その、助けてくれて、ありがとう。いやいや、アナ、聞いていいか？どうして一人でそんな大きな絵を運んでるんだ？そう、不思議な絵って。さっきみたいに魔物に襲われたら危なくない？その絵の中に入っちゃうんですね、きっと。それは…お金になるか。リリーとスールーに絵を領主様の家に運ぶと、あの人がお金をくれる。なるほど。うちにはお金が必要だから。画家さん、たとえどれだけ危なくても。なるほど。ではアンジェリカさん、今回の仕事だけでも私たちに同行させてもらえませんか？ここで会ったのも何かのご縁ですから、アンジェリカさんのお仕事、お手伝いさせてください。ね。え、いいの？それは助かる、けど。いいのいいの。力仕事ならクレソンあたりに任せときなさい。いや、まあ構わない。クレソンは意外と力持ちです。構わないなら大丈夫だよね。じゃあアンジェリカ、荷物はクレソンに持たせて、私たちと一緒に行こう。うん、ありがとう。じゃあローズヒップ邸までよろしく。ローズヒップ邸までよ。クエストクリア。イエー。はい、木曜の課題クリアし木曜日です。あー、わだー、取れない。先生、ちょっと待って。残念ながらこれはしょうがない。しょうがなくねえわ。ちょっと待って。朝になってもうと。ぐぎゃー。てかもうグラムねえんだよ。グラムがない。気をつけてね。私の全力でグラムじゃなくてクラフトを投げる。あ、強いわ。これやめる。グラブが必要なのかな。見て、ドクったわ。一応これグラフィックの解像度はね、マックスにしているはずです。普通でも勝てるっちゃ勝てるのかな。あ、勝てたわ。よかったな。毒ってんな。じゃあここで調合ができるんですね。しびれうね。クラフトうにないんだよね。まあ装備もないしな。流氷。微妙。まあ、あんまりあれだったら一回学校に戻るという手もある。せいや、いて。私にだってできるんだから。私の全力です。あれ、
やいた。最高ボール。本編でもやるよね、追撃のやつでしょ。お怪我はないですか？前の方が怪我してんだよな、毒ってるし、毒ってるから。ああ、うわー、くそー。できるんだから、これで終わりです。ドカン、力を止めて。ドカン、オッケー。お、赤ウニ。ちょっと待てー、ちょっと待って、あいつダメだな。私にだって、クラブ投げ、クラブね、クラフト投げる。だ、魔法の力見せてあげるわ。防御力ね。いくよ、トガー、力を止めて。回復、これ全員だもんな。全員回復し、ニーベルバルスティーの違うゲームだよね。まあ、こんな感じか。こんな感じだか、あ、ちょっと待って。次のランドマークまで行かせてくれ。どこだ？あ、待て待て、いかん。こっちかな。鉱物ガッツン。お、レシピが解放されたよ。何のレシピや、何が出るかな。あ、ウニ、お、ウサギ、ウサギの分。ランドマークだ。よし、ゲット。これで戻れるってもんよ。というわけで、アカデミーに戻る。はい、というわけで、まぁ、こんな感じかな。でね、画質高になってるよね。うん、OKOK。演出、まあこれも OK だろ。ユーザーは大体30ぐらいか。今ちょっとなんか、まあいろいろつけてっから思ってんだろうとは思うけど。何もやってなかったら、多分60は出てると思うんだよね。そんな感じかな。はい。じゃあ戻るか。え、というわけでまあね。ご紹介してきました LD プレイヤー。 LD プレイヤーのかな、ストアってところやれば買い物ができますから。ね、はい。まあ、ちょっとね、ドラゴンブラッドの方もまあやっていこうかとは思います。時間が空いたらね。はい、それではまあ今回は無限にしときましょう。それではね、以上、LED プレイヤー紹介でした。それではまた別の作品でお会いしましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。